虫軍代表カブト界の巨大ブルドーザーラミレスゾウカブト。ラミレスです、うん、お化けなすび、はいね、でかいです ね、まさに昆虫界のあけぼのですね。歯はハマったら強いですね。うん、サソリ相手にどういう戦いするんでしょうね、この巨漢が。そうですね、楽しみです。毒虫軍代表サソリ界の皇帝大王サソリ。はい、おなじみの皇帝です。こっちもね、はい、やっぱりでかいし強いし、はい、ハサミの力もね相手を砕きます。そうですね、はい、果たしてでもね、はい、アケボノに通用するか、カブト界のアケボノに。はい、さあ始まりました横綱同士。いいですね。はい、もうねラミレスとしてはとにかく、はい、もう角でね、突き上げ突き上げ、はい、もう相手を弱らせるしかないですね。そうですね、大王サソリはねやっぱりどう戦うんでしょうね、このでっかいラミレス相手に。はい、あっでも前足、あっ足を取ってきました。はい、ただこれパワー強いですからねラミレスは。そう簡単にね、はい、あ果たしてこれラミレスも、ラミレスもちょっとむしゃぶりしてますね。してますね、怒ってます。怒ってる、さあ嫌がってますねラミレス、前足ね。ああそうですね、うん、挟まれるの足を嫌っています。お横に戻るというのが、まあ、おっとサボさん、いいですよいいですよラミレス、おっとあこれはいいです。こういう ね、攻撃を繰り返すことによってね、はい、あの相手がだんだん弱ってくるんですよ。なるほど、あでもでも、ま、足をでも足を取って針をあそこ入るんですかね。おっと、あ入った、あ入った入った、入りましたか、足の関節ですよ。ほらこれは、ほら効いてますね。いやもう前にしてますよ。あこれはすごい、これはねすごいシーンです。いやこんなシーンね、はい、目の当たりにするなんて信じられませんね。あうわ足もちょっと切れてますね、しかもそうですね。あ今度はお尻、お尻、お尻からですよ今度は。あバックからいきます。うわこうどうしたことでしょう、今度は、あ今度はちょっとね ありえないですね。腹の方からあのラミレスもう動きがでも毒が回って、はい、ほとんど鈍くなってますしね。そうですね、いやー効くんですね毒が。そうですね、ああこれははい決まっちゃいました。ラミレスゾウカブト戦闘不能。いやラミレスのこんな姿、はい、ここですよ、はい、ここ、はい、おここですよですね、足関節ですよ。いやこんなとこに毒針をね、はい、入れるなんて。しかもこれ外れた瞬間でもうすぐに麻痺してるでしょ。そうですね、かなり深く正確に。いやー恐るべしですね。そうですね、すごいですね言葉が出ないぐらいの本当に驚きの声しか上がりません、ね、いやーすごかった。試合巧者、はい、ただいまの試合毒虫軍の勝利。昆虫軍代表クワガタ界の小さな剣豪コクワガタ、はい、とてもこの可愛らしいクワガタですね、はい、ちっちゃいですけどね、はい、でもやっぱ気強いですからね、はい、あんな取れませんよ。気持ち的にはかなり獰猛な、あんな取れません、はい、楽しみですよ。そうですね、毒虫軍代表サソリ界のセメントファイターアジアンフォレストスコーピオン。さあこの大きなハサミが、うん、あの、はい、大王より一回り小さい、はい、まあでもでもねあの、丈夫でハサミの力も強い。そうですね、はい、これまあでもここがたといい勝負じゃないですか、はい、なるほど、うん、楽しみですね。はい、さあどんな勝負を見せてくれるんでしょうか。ここがたも果敢に今攻めようとしてますかね、はい、やっぱり、はい、気性激しいですね、ちっちゃいけど。そうですね、すごいです、闘牛みたいですね、はい、闘牛みたい、あ、裏かかりました、危ないです、あ、これは危ないです、危ないです、大丈夫ですかね、お、あ、ボディーなかなかアジアンフォレスト、はい、うん、まあ試合巧者ですね。そうですね、隙あらば針を刺そうという、あ、でも持ち上げました、すごい、これは持ち上げた、持ち上げた持ち上げた、あ、おっと、すごいすごいすごい、パワーもあります、パワーありますね、ありますね、これはちょっとクワガタっていうとね、イメージからすると、はい、ちょっと舐められガチなんですけど、ね、いやー強い強い、闘牛のようです本当に。これはちょっとスコーピオンもびっくり、びっくりですね。はい、持ち上げ、また持ち上げた、振り回されてますね。そうですね、こんなちっちゃな体なのに、これは力持ちです。
すごい、どうもですね。大山半妙のようですね。はい、これはかなりなファイターです。はい、大山半妙見てるみたいです。そうですね。すごいな、サソリ何もできませんね、アジアンフォレスト。力比べでも勝ってますね。勝ってますね。体はちっちゃいんですけどね。はい。あ、ちょっともうやる気なくなりましたか。ですか。ハリューが。この疲れてくるとちょっと無理なんでしょうか。アジアンフォレストスコーピオン、戦意喪失。ただいまの試合、昆虫軍の勝利。昆虫軍代表、東南アジア最強カブト、コーカサスオオカブト出てきました。ヘラクレスと並ぶね、はい、最強カブトの、まあ、片方の横綱ですね。はい、気の荒さは世界一ですね。世界一カブトの中で、お、はい、楽しみですね。そうですね、毒虫相手に一番適してますね。はい、毒虫軍代表、タランチュラ界のビッグボス、キンバブーン。はい、こちらもキングですか。横綱出てきましたね、はい、ね、タランチュラ界の、はい、こちらもパワー、攻撃力ね、はい、特性申し分ないです。はい、非常にね、効果させると噛み合うと思いますよ。あ、気も荒そうですね。はい、はい、さあ始まりましたが、実は互角ですね。はい、気が荒いですね、もうね、やっぱ豪華さすは両者ともに。あ、でもうまいこと回り込んで、そうですね、噛んでます、お尻噛んでますよ、お尻、お尻牙入れてます。うわ、これね、キングマブーン、はい、クレバーですね。そうですね、入ってます、入ってます。あ、これはどうしたことか。入って入ってる。あっと、ちょっと焦っている。あ、どうなんでしょう、なんとかでも大丈夫なんですね。はい、いや、今のなかなかいい技ですよ。そうですね、先手取りました。あのね、あの角噛んでも結局ダメなんでね。はい、はあ、今みたいな攻撃、さっきみたいな攻撃がいいですね。あの横っ腹とか下腹、あ、そうそう、はい、これこれ、あ、これですね。あ、これもうまい攻撃です。こうやって、はい、そう、これでだからあの裏皮を噛む。あ、そうそうそう、今噛んでます、噛んでます、そうですね、噛んでますが、これいいですね、この攻撃。はい、肛門のあたりというか、あ、羽のあたり、いや、いいですよ。あ、うん、入ってますかね、牙。いや、本当にうまいですね。牙入ってるかもしれないですよ。本当ですか。ね、羽の間にどうなんでしょう。合間から牙が入ってる、入ってるかもしれないですよ。ね、はい、これすごい映像ですね。こう感じのこの硬い、はい、硬いね、この体に入ってるかどうか、ちょっと見えづらいんですけど、これ入ってたら、高カサスのこういう姿も珍しいですね。はい、そうですね。どうでしょう。はい、まあ、なんかでも、まあ、見てる限りじゃ大丈夫そうにも見えるんですけどね。はい、いや、でもすごい戦い方見せます ね、キングバブーンね。はい、大したもんですよ。まあ、正面からガチンコで。あ、でもまだ元気ですね。そうですね。まだ大きなダメージは与えてないでしょうか。うん、いや、でもこれはキングバブーンの勝つ可能性もありますね。はい、あ、今度は、ああ、挟まれた、あ、トライアングル入りましたね。入りましたか。ここに入っちゃうと、はい、ちょっと苦しい、キングバブーンは。あ、これはね、はい、きついですよ。はい、これはゾウカブトなんかもここに入ると串刺しですからね。なるほど。あれもなんとか逃れましたけど、また、またもや、この展開はちょっとね、はい、体柔らかいんでちょっと傷つきますよ。そうですね、はい、あ、これね、コーカサス、はい、優勢ムードになってきましたね。はい、さあ、下からキングバブーン、また噛みついた。噛みついてますね。お尻噛みつきました。おっと、噛みついた、噛みついた。すごい、すごい。お、ひっくり返しました。おっと、あ、でもこれは逆にね、はい、足でやられます、足で。あ、足でね、かなり体液出ますよ。あ、なるほど。はい、あ、これは後ろから。いや、いい試合ですね。そうですね、いや、一心一体です。で、また浅いましたか。ああ、これはね、ホーカサス完全にテンション入りましたね。はい、あ、決まりました。キングバブーン、戦闘不能。いや、名勝負でしたね。はい、そうですね、名勝負。いや、本当に、はい、あのキングバブーンも本当にいい攻撃してましたよ。はい、そうですね、もうあと少しっていうところでしたね。そうですね、前半はキングバブーンでしたね。はい、ホーカサスがあんな慌てたのね、はい、初めてですよ。そうですね、そういうの見たのね。はい、はい、いい勝負でした。はい、ただいまの試合、昆虫軍の勝利。